どうも、ナミヨリです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、今回はFA カップ3回戦、チェルシー戦、そしてストーク戦とウェストブルミッチ戦ですね、リーグ戦。この3試合やっていきます。で、前回なんとですね、3勝3敗2分けですね、前回は。まあ、いろんなフォーメーション試したりね、メンバー試したりいろいろしてたんで、まあ、こういうね、ちょっと結果に伴わないね、感じになってしまったんですけども。まあ、いろいろ収穫はあったね。でもちょっと結果が出てきてないのまずいね、本当に。失点が増えてますからね。スポニッチとブルマだけでも耐えきれないね、試合が何試合か続いてね。これはちょっと守備陣、もう一回再確認しなきゃいけないかな。構築をね。で、現在10位こんな感じです。8位ですね。まあ、ノッティンガムと勝ち点10差なんで、これからね、飛ばしていけば全然チャンスあるんで、まあ、これから飛ばしていけばつって何回この順位にいるんだって感じですけどね。僕自身そろそろね、本当危機感持って、本気モードでいかないとね、ちょっとまずいと思ってます。はい。はい、で、組み合わせ、FA カップこんな感じですね。チェルシーと今回やるんで、このチェルシーに勝てばトッテナムが多分上がってくると思うんで、準決は多分ベスト8はトッテナムになるでしょうね。で、ベスト8勝てば、もしかしたらベスト4でアーセナルとできるかなって感じですね。まあ、まずは次のね、トッテナム戦に向けてね、ちょっと勝っていきたいと思います。でですね、新加入選手を何人か入れました。カップ組織からね、ジエゴ・ストーザ。ちょっとフォワードがね、パッツィーニ決めてる。そう、パッツィーニ、前回の8試合で、もう結構決めてたんだけど、4、5点ぐらい決めてたんだけど、まあ、毎回点取れる人が欲しいよね、本当に。という意味で、やっぱジエゴ・ストーザ、ブラジル人をね、ちょっと連れてきたっていうのは、これはちょっとチームにとってプラスかなと思います。で、あと、スサエタですね、スサエタ。総合値70ですね。まあ、スピード系で抜くタイプなんだけど、まあ、前回の試合1回試したんだけど、まだ前回途中から出したんで、まだね、特徴が分かってないんで、これからちょっと特徴見ていこうかなと思ってます。ボジェクとドチカル、オフェンシブミッドフィルダー獲得しました。チェコ人だね。チェコ出身の男。まあ、ちょっとね、デンベレとエイズいるんだけど、アンドレシコもね、そんな、アンドレシコなんか、ナンバーテンっていうよりなんかダッシュ、ボールをさ、ダッシュする能力が高すぎて、なんかナンバーテンっていうイメージないんで、やっぱり攻撃にもうちょっと厚みを持たせるっていう意味では、どっちからのね、ちょっとセンスが必要かなと思って、獲得しました。で、あとハウイですね。これは、ちょっとエイモスをそろそろ出そうかなと思ってるんで、電子ミッドフィルダーはね、もう一人、ちょっとバックアッパーっていう面でね、ハウフィー獲得しました。で、あと左バック、ビバリッジ。これは、バルベの代わりですね。バルベが多分なんかもう契約更新断ってたんで、バルベなのでその代わりバックアップでピバリッチ獲得しました。で、あとセンターバックがあと一人欲しいよね。センターバックもいたんだけどね、ちょっとね、今年俸予算がちょっとマイナスになってましてちょっと契約更新で払っちゃったんです全部。なんかみんなね、そうなんかみんなね、なんか結構頑固なのよ本当に。大阪もなんかね、こっち年俸提示ね、確かそんな低かったんだけど、大阪が求めてる提示より低かったんだけど、やっぱダメって言われてね、みんななんか高く要求してくるんだよ。そんな大した活躍してねえのにさ、おめえら本当に年俸高くしろって言うなら、もうちょっとかあのね、ちゃんとね、活躍してからね、年俸上げてくださいって言うべきだよね。ちょっとおかしいよね、求めてることは。ちょっとわけわかんないですけどね。まあでもちょっとチームにないとみんな困るんでね、契約更新何人かは更新しました。はい。さあ、前置きが長くなったんでチェルシー戦やっていきましょう。でね、テイラーね、覚醒来ました。テイラー今覚醒来てるんで、彼どんどん伸ばしちゃえば本当にスピード脅威だね、本当ドリブラー。大阪絶好調か。じゃあ大阪で行くか、今日。パッツェにいいんだけどね、最近。すごくいいんですけどね。ちょっと、下部組織、新しく入ったのに、ちょっと今は出せんな、このタイミングでは。ちょっと落ち着いたら出そう。ああ、ここ絶好調か。そう、ライシュトラーもね、今シーズンで、ちょっと引退してしまうらしいんで、ライシュトラーはちょくちょく出していこうかな。ちょっと後継、後に引き継ぐっていう意味でも。さあ、チェルシーは、カラム、ハドソン、オドイか、オドイジル、プリシッチですね。ちょっと前回より脅威じゃない、これ。前回バチュアイとウィリアン行ったけど、ジルーの高さあるし、プリシッチのスピード、俊敏性あるんで、ここを気をつけながら、ちょっと、チェルシーね。まあ、前回勝ってるんで、ね、3-1 で。前回の試合思い出しながら、もう一回ね、気を引き締めて、チェルシーに向かっていければと思っております。はい、やっていきましょう。さあ、FA カップ3回戦。これ勝てばベスト8。まあ、前回勝ってるんで、前回はなんかダービー的な、意気込みでできたんでね、みんなのモチベーション上がっておりましたけど、これ。あまりリスペクトしすぎるのまずいからな。さあ、ブルマの今回高さあるからな。マクドール今日先発させたが、ちょっとスピードでは厳しいか。マクドール OK、 マクドールナイス。いや、本当強豪と戦ったの久しぶりだからな。さあ来た、シュートが来てしまった。先制チェルシー、プリシッチに決められた。いきなり先制、プリシッチか。これ止められんかったか、ポスト。うーわ、
いや10分で1点はねちょっと早いわ。まだ前回のチェルシーより成長してるからな。これは多分今回のチェルシーが本当のチェルシーだからね。前回のチェルシーは本物ではない。さあさあ今日大迫を先発したのは岸と出るか。まずい。さあプリシッチ来た。 OK ベインズ。ベインズちょっと安定してきたんじゃない。裏のケアできてきたんじゃない。ケーマクドウォール。マクドウォール倒されるが、なんでこっちファール。いやマクドウォールちょっと守備が脆いな。で全然出してないからね。俺の責任なんだけどね。経験をさせた方がいい絶対。なんか普通にやれてるけどスペースは全然あるけどな。さあ大迫いいぜ。来た。テイラテイラ。うわーテイラ決めろよ決めろ。デフォー押す。あ今オフサイドじゃなかったか。今テイラーに当たったんだけどな。これいけるぞワンちゃん。全然いけるね。あと1点取られたらきついかもしれないけど。あやばいポスト。うーわちょっともうプリシッチはダメですね。スピード乗らせると手がつけられない。あの1点以外なんか別にそんな危なっかしいシーンは特にそんななかったと思うよね。でも前よりは全然強くなってるからこのチェルシーを倒せばいいよ。さあ大迫。いや裏でよかった、裏でよかった。テイラーテイラーシュート来た。同点。テイラーオフサイド。オフサイドか。テイラー覚醒器来てたんだけどな。うーわ来たね。さあ大迫大迫来た。大迫決めろ。よし同点。大迫同点。半端ない男また救った。やはり大迫ですね。これショートカウンター効きましたね。しゅさすが優也。優也大迫、ここのショートカウンター奪ってからですよね。この渡るが奪ってからこの渡るスルーパス日本人ホットライン来たな。テイラーから、テイラーから大迫来た。大迫からさあ来た来た。デフォデフォ打て。デフォうわー決定機また作った。さあこれ勝てばトッテナムとできる可能性あるからね。ちょっとデフォ疲れてるから。あーそっか。でもテイラー左にしてスサイタ入れましょうか。スサイタスサイタのちょっと能力をこれ試そう。この本番の期間でね、この本番の機会でスサイタの能力を試すってのは本当重要。さあさあ裏来たね。ウィリアムウィリアンスピード来て、オッケー、ナイスナイスナイス。マクドール、クリアクリアクリア、クリアでいいって、クリアでいいって、クリアでいいってもう、今のいらねえな。今これクリアしようとしたんですよ。うーわ、資格をしたのになんか持ちすぎだな。うわー、リーチ破れた、FA カップ。3回戦で敗退。あの1失点はいらんな。あの1失点に泣いたね完全に。まあいい試合できたけどね、前回のチェルシーとさほど変わってないけどな。こっちのミスだからね。こっちのミスがなきゃ勝ってたね。まあでもね負けは負けなんでね、これはまた3回戦で敗退か、ベスト16で敗退でございますね。まあ本当来シーズンこそベスト8以上行きたいね。本当に何回も行けるね。トッテナム勝ってるよね。やっぱりトッテナムとできてたね勝ってれば。FA カップなんか頑張ればいけそうな気がするけどね。ちょっと頑張りましょう来シーズン以降ね。さあ問題はリーグ戦だ。ターンオーバーチャプター2ですね。前回の試合でシルコンゾの結果は勝利を逃してしまいましたが、大迫を起用したことについてはどう思ってますか。いや大迫は重要ですからね。パフォーマンス評価ですよ。結果的に勝利につながらなかったが彼はこちらの要想像以上の働きをしてくれたと思っている。勝てればいいことはなかったのとか。別に大阪問題なかったでしょ特に。ケリマクドウォールのあの失態がな。サミュエル怪我から復帰。ジルースとは、ジルースとレンタル出しましたね。なので放出です。さあちょっと前線の主力争いが激しくなってきたね。いやちょっと選手入れすぎたかな俺。まあいっか。入れに越したことないからね。あとは勝ってキーを上げるだけだねみんなの。テイラーをほんと伸ばせるだけ伸ばした方がいいね。さあストック戦やっていきますよこのスタメンで。パッツェーニとちょっと大迫で今悩みどころですけどね。ピバリッチ入れましょうか今回。チームスピリット82、まあ、安定はしてきているが、でもこれっていう選手が伸びないですね。まあテイラーも伸びてるけどさ、デンベレにしてもパッツェーニにしてもさ、覚醒器もう少しで来てもいいよね。ポストも覚醒器来た割にそんな伸びてないからね。19歳。あもう19歳か。ちょっとポストさ重点トレーニングした方がいいのかね。ゴールキーパースキルね、なんかそれなんかいい気がするんだが、次回試してみようか。はい、じゃあストック戦リーグ戦ね。今8位なんで、これもこれ以上貸して取りこぼせないんでやっていきましょう。さあストック戦やっていきます。ちょっと攻撃のバリエーションがねだんだん読まれてきてるからね本当に。さあケイン、このパターンでしょ大体。
バッチェリここで合わせるんだけれどほとんど。さあバッチェリ来るか、テイラかも。バッチェリちょっと右バックも実力者が腐食してるかな、これ腐食ついちゃったよ腐食して。さあケインからバッチェリ来たか、ヘリング、ここ合わせるんだよね。そうパッチーニはまあ大迫みたいなヘディングができるから、OKOK、さああとテイラーがねちょっと今のうちに得点力アップしてねもらいたいですよね。さあここは競り合い、勝ってさあサミュエル、パッチーニ、パッチーニ当たってさあイズ来た、イズカモクロスヘディング来い、テイラーティーラからパッチンに、パッチンに打っていいのにな、サミュエル。さあここさあエイズ来たさあパッチンにカモ、よーし先制、パッチンに絶好調、パッチンに今日ワンゴール。まあ大迫とね、今ちょっとパッチンの方が上かな、得点力的には。大迫もねまあ、体強いですよ、強いですけど、ちょっと今のセンス的には本当にパッツィーニの方が上ですね。控えにはさ、ジェイゴ・ソーザもいるんだけど、ソーザがどういう選手なのかって話ですよね。ちょっといずれか使いたいですね。あと守備だね、守備は、ルステイシェーラー素晴らしい。やっぱり守備型だね、ルステイシェーラーは。どっちかというとちょっと変えましょう。デンベレとアンドシコ変えようか。で今日ピバリシ出してみるか、初めてね。さあ下部組織をどんどんデビューさせる男、やっぱりどんどん経験させないとね、本番の経験にかなうもんないからね。本当にピバリシ多分攻撃型だと思うんだけどね。さあもう一人入れましょう、スポディッチ休ませるか、マスターソン入れよう。マスターソンね伸びんね全然、マスターソンも。起きたヘディング、来たパッチンに惜しい、ブルマ危ない、シュートが来た、嘘だろ、同点ニューディアイ、もう終了間際、いやこれ入るか、シュートコース入ったのに、もういらんドローだな、なぜだよ。こういう勝てる試合を落とすから、本当に毎年ね2部にいるんだよ。前線でちゃんとキープしときゃいいものをね、やっぱり2点必要だねこのチーム、本当にダメだ、1点じゃ足りん。あと順位上がったけどね、上がったがノッティンガムとの勝ちですね、12。これは勝ったんだ、厳しくなったぞ。またサメル怪我あったか、あーサメル怪我多いな。あソーザ右できるんだ、でもここあれだよな、テイラーだよね。今回これでいきましょうか。いやちょっと呼ばれてんのかな、本当に攻撃パターンがね、ちょっと変化していかないとまずいかもしれんな。いやでもこのフォーメーション変えたくねえな、ちょっと戦術変えます。戦術をちょっとカウンター、ちょっと今回カウンター中央移動的にいこうか。前まではサイドから攻めてましたけど、これでどうなるかって感じだね。ちょっとパッツェに一人ときついか、まあ2トップでやるっていうのもありだけどね、ちょっと考えましょうかそこは。はい、やっていきましょう。嘘だろ、ポスト出てこい、いやー先制、5分で先制、ウェストブルミッチ、オースティン早いね。うちのセンターバックさ、これ高さには強いけど裏弱いね。あーまずい、ちょっと、おー嘘でしょ、2点目入っちゃった、エドワーズ嘘だろ、今何起きた今。いやケインがそらしたか、うわでもポストさ多分さ決められたらもう本当にこれは止められないだろうっていう、ああそうこれは止められないね、こういうの止められないんだよポスト、こういうなんかもうシュート力全開のシュートは本当ダメですねポスト。支えたちょっと自分で仕掛けさせるか、支えたケイン大阪来い、大阪よし決めた、大阪来たね。ちょっと大阪の方がいいのかな今は。いや大阪の方が精度は高いですね、この枠にいる精度は。あこれこの角度から決めるからな。3対1、ちょっと課題が若干見えてきたかもしれんな。いやでも内容では勝ってるからな、守備だね本当に。ちょっとこのままいったらまずい、本当にまた残留ですよこれ。2分12位交代でございますね。ノッティンガムと勝ち点13差か、いや今回ひどいな、ここ勝ってないな。
やばいな、今回未勝利だ。じゃあ僕次回ね、ミドル戦まで飛ばします。で次ノッティンガム、カーディフ、ミドルスブラやりましょう。ここ9試合やっていきます。9試合、9試合で勝ち点27取れるかっていう、ね、全部勝ってね、それまでのチーム状態がかなり変わってると思うんで、ちょっとねここはミドルが裏でちょっと気を引き締めてねやっていきたいと思います。昨シーズンほんと得点が取れてないからね、大阪をちょっとベンチに下げたっていうのがちょっと悪い影響になってきたかな。パッチに決めてるけどね、ちょっと難しい時期ですねこれ。ちょっと軌道修正ね、ちょっと次回からしていきたいと思います。はい、てな感じで今回マスターリーグここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you.